昨日千葉で、まあ、まさに脱犬の家族がいて、で、闇の掃除に入りました。で、その紹介者的な一家とちょうど千葉でミーティングやってて、で、一段落してやれやれって時にバーン電話来たんですよ。そうですか。そうだから、そういう、なんだろう、引き寄せた感じだよね、タイミング的にね。そして、で、もう一つは、こう、高知にコロナが明けたから、だんだん来始めたわけですよ、何ヶ月前から。そういうこともやっぱりこう高知から引っ張り出してるっていうのもね、みんなその一念三千っていう中でつながってるんだよね。不思議なもんですよ。だから、本当の正しい仏法っていうのは、もう本当にその宇宙崩壊をこう味方につけてるっていうかね。何か検証会ってのはもう自力で走ってんだから、全てが、要は何の仏の本当の仏の加護も所詮の加護もない中を、ただただその疾風が吹いてる中を自力で走ってるっていう状況が検証会だった。でも少宗って本当の仏様の、御心にかなった信仰っていうのは、この崩壊を味方につけてる。だから正しいことをやろうとすれば、ちゃんとそこにその、全崩壊からそこに力添えがいただけるっていうね、そういう感覚っていうのがね、また感じてきますよ。だから不思議だな、不思議だな。検証会の時に感じてる不思議とはまたもっとおおらかで、もっと広くてね、もっと奥の深いところからありがたいなとか不思議だなっていうことが、だん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 回数が増えてきますからね。それが御仏に通じてるっていう意味だよね。魔の通じ機に通じてるのとはもう何かが叶ったの、その朝ね、すごかって、すごいもう自分もすっごいイライラしたけど、自治会みたいな。今は全然なんか、そんな、明日母にどういうふうに話そうかなっていう、なんかふんわりとした感じです。まあ多分母は今まで通りなんだろうけどっていう、それぐらいの感覚です。でも強烈な下旬になってるんですよ。検証会っていうのは基本的には成果出すことが折伏、成果イコール折伏じゃないですか。本当の大乗の仏法っていうのは下旬だからね、種を植えればそれがもう折伏なんですよ。相手がやろうがやるまいがは、それは次の問題、相手の耳に正法を説いてあげる。だから私は検証会やめてもう二千尺宗行きますよっていうのが、もう強烈なお母さんにとっては下旬になってるから、もう立派な折伏なんですよ、それ。あとはお母さんの命の中で、その下種された種がいろんな形の中でだん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 成長していくんですよね。これで召集に行かなきゃいけないような環境にだんだんなっていくんですよ。なので、こっちはまあ御所にもあるけど、四条金吾さんがね、主君の絵馬さんに一度きちっと主君に折伏をしたならば、あとはもう身と口を慎みなさいと。あんまりこうしつこく言わなくてもいいと。よりも要は今度主君の目から見て、立派な人になったな、お前に頼りになるなっていうふうに思われる振る舞いをしていけばいいと。だからお母さんもそう、一部もそれ言えるんだよね。もう一度はもうきっちり言ったと。そしたら、まあ少し様子を見て、そして自分たちが一生懸命正しいご本尊、正しい信仰をして、そして磨くことによって、今までとなんか娘たちが変わってきたなっていうような、それが一番の折伏になっていくわけですよね。そして、ある、まあ2ヶ月か3ヶ月か半年か分かんないけど、そのまたね、話すタイミングが出てくるんですよ、プッと。で、それをこう螺旋状に繰り返していく。でも、その一回一回が全部立派な折伏だし、立派な大功徳を積んでるんですね。そこがその生活主義じゃない、下種仏法だから。そういう、もう数まあね、本当それだけだったからね。そうじゃないんですよ。数で言ったら、どれだけの大勢の人の耳に入れてあげるかっていう、これでも功徳なんだっていう、それがだんだん感じてきますから。救いたいだけですね。それには一番の折伏は自分が成長すること、自分が徳を積むことですね。それこそ母を、ね、大丈夫です。
しますよ。あのタイミングはね、お母さんが少しでも耳を傾けてくれ、まあ、話だけでも聞いてやるかっていうくらいまでなれば、なんぼでもお伺いして、なるべく同じ近い年齢の方が耳も開くからね。まあ、それから身内っていうのは大体が聞かないものだから、双方がやっぱお他人様が入って冷静なところで、年も近いものがね、じわっとこの話すことも大事かもしれないしね。新聞とか本とか、その話を聞いてテープに撮ったりとかしたやつを全部書き起こすんですよ。いや、真面目な人ですね。すごい書き起こす。書き起こしが、もうこれが自分の、この自分は頭が悪いから書き起こすのわからんからって言って、書き起こしをすごいする人なので、いや、目覚めたら純粋ないい信徒になると思いますよ。その教学試験にも合格して、その自分はもうそれをするためだけに行って、もうすっごい朝から晩まで目を描いて、目が悪くなるくらい、目を痛めるぐらい描いてますね。なんだっけ、木蓮尊者みたいじゃんね。仏教の信用しすぎて目を失明したという。全然、っていうか、見えてないので、うちの母は元々が、ほんまりしたね、もう影ぐらい。だからすごい負荷がかかっちゃうわけだね。もう一回だけでもずっと書き続けて、それでも、いやー、きっとすごい信者になると思うわ。仏教のその例えの中で妙正権皇本っていうね、邪宗の旦那王様で、奥さんと子供二人が、まあ、法華経に帰依、お釈迦様に帰依するわけですよ。でも大王の妙正権皇はガンとして受けないんだよね。外道を信じてて。で、この奥さんと上造上元っていう兄弟二人がお釈迦様のもとで徳を積んで、まあ当時の仏教だから、通力を見せる。まあ今で言ったら、要は変わった姿を見せるってことですよ。そしてお父さんが、びっくりするわけだね。どうしてお前たちはそんな力をつけたんだと。で、その、釈尊とやらのとこに、ちょっと話聞いてみてもいいぞと。つって連れてって、で、釈尊がじっくりお話をして、お父さんを入信するんですね。で、一家全員が入信するわけなんだけど、これがその過去での因縁を解けば、実は4人で仏道修行していた、一つのグループだった。で、全員がその宅発に出かけちゃったりすると、家のお掃除とか、お洗濯とかできないじゃないですか。そしたら、一人が、じゃあ分かった、俺は、お前たちが仏道修行することに専念できるように、ご飯作ったり、それから、お洗濯したり、お掃除したりすることに専念するから、お前たちが積んだ徳を、必ず俺に返してくれと。その時はね。って言って約束で生まれ変わってきて、この、お三丼してた方が大王に生まれるわけだけど、下道を信仰した。で、その修行していた三人が奥さんとなり、長男となり、次男となるわけだよね。だから、この因縁というのはすごい今でも全くあって、お母さんが妙正権皇本ということも言える、妙正権皇と言えるわけですよ。で、今は反対してるけど、実はこっちの成長を促すために反対し続けるわけ。で、なんでお母さん入信しないんだろうって悩む。一生懸命頑張る。で、お母さんのとこはそんなにしつこく釈服できないから、他をどんどん釈服して、徳を積むわけだね。そして人徳が増して、お母さんが
見てて、明らかにこの子は変わったなっていう時に、スッて入信してくるわけですよ。え、この間は何年反対してたのにと。それが、その使命だったわけだね。要は、成長させるための。そういう役割を持っている方が、大体、仏教の鏡から照らすと、大体そうですね。一家の中で、大体全員ボンなんて入信しないじゃないですか。そうすると、誰かが先に入信して、それは仮に親であったって、子供であっても、家族が入信しないっていうのは、むしろ成長させるために、その役割を果たしてくれてる。で、それがほぼほぼ達成した時には、元は同じ修行と因縁持ってた人だから、パンって入信してくるっていうね、こういう原理があるから、だから、大丈夫ですよ。お母さんの話聞いただけで、もう現代における木蓮尊者みたいな人だしね。その、やっぱり、ものを極めようっていう心が強い。それ信ずる心が強いわけだから、今は仮初めに誤ったものをただ深く信じてるだけで、それを、正しいものを切り替えさえすれば、その探求心と、努力家っていうのは全部生きてくるからね。大丈夫ですよ。絶対大丈夫。うちの親も13年ぐらいかかりましたね。11年かかったかな。僕が入信してから、親父はもう毛嫌いしてたけどね、信仰。日蓮とか、まあ、創価学会が嫌いだったんだけどさ。まあ、でもまあ、いずれにせよ、曹洞宗の、禅宗の家の、性格も何かも本当にゴリゴリの禅宗でしたよ。やっぱり11年かかって、入信をね、導いた時は本当に感動しましたよ。それを、ともどもに味わいましょうよ。いいそうで亡くなっていったよ、味も。ご住職がね、出棺の時に来られた時に、おーって言ったご住職自身が。もう本当にね、軽くビールかなんか飲んで、昼寝してるみたいな。本当に俺、生きてんじゃねえかなと思ってさ、何度かこう、触ってみるわけだよ。ひょっとして生きてるんじゃねえと思って触ると、あ、やっぱ冷たいんだよね、死体ってね。すっごわーってこう手から、熱が吸われるみたいに冷たーくなって、やっぱり死んでるんだよなぁ。でもただこうやって見てる分にはさ、もうまさに生きてる、昼寝してるみたいな顔でね。やっぱ本当に成仏ってこういうことなんだなっていうのをね、体験しましたよ。必ずそれを味わいます。今日は本当におめでとうございました。はい。